こんにちは、しまこです。左手が痛い。具体的に言うと、左手の親指と付け根的なところが、他の指と別の方向に向くと痛い。鍋とか重いものを洗ったりするたびに痛い。でもね、じっと動かさないでいれば痛くないんです。だからすごく困ってるわけじゃないので、病院に行きづらい。生活に支障が出るくらい痛かったら諦めていくんだけどさ、もともとじんわり痛みはあったんだけど、決定的に痛くなってきた原因は多分、スプラトゥーン3です。初めて参戦したんですよ。だから、ジャイロ操作っていうのがとにかく慣れなくて、無意識なんだけど、すごい力でコントローラーを左右に引っ張ってるんだよね。引きちぎろうとしてる感じ。力入りすぎて、プロコン離した後も手が握った形で固まってんの。なんでそんなことになるのかっていう質問はしないでください。中年というのはそういう生き物なんです。まあそれが原因かどうかはわからないけど、今はね、痛いのでゲームを中止してるんですよ。にもかかわらず痛みが残ってて、マジでどうしようかなって。病院でコントローラーを引きちぎろうとしたらこうなりましたっていう説明をするのが、とにかくめんどくさい。だからもうちょっと様子を見る所存であります。オールバーズ、メンズウールパイパー、ナチュラルホワイト、税込み 14,000 円だそうです。だそうですっていうのはね、実は私のものではないんですよ。オールバーズは世界で一番快適な靴と称されているスニーカーです。ちょっとお値段がするので、しまこは尻込みしていて、まだ手に入れたことがないんですが、今回これを入手した橋ビロノスケくんが自分で履く前にしまこに見せてくれるということで持ってきてくれました。橋ビロノスケくんはですね、しまこが YouTube をやりたいって言い始めてからずっといろいろ協力してくれてるめちゃいい人です。しまこは人のふんどしでも平気で相撲を取ってやりますよ。梱包材は 90% リサイクル段ボールだそうです。では早速見せていただきましょう。開けてください。おっしゃれー。かっちょよ。なんかあれだね。靴を包んでる薄い紙みたいの入ってないね。あ、そうですね。ありがちだよね、いつも。はい、へえ。あー、すごい。ウールっぽい。FSC のマークがついてますね。オールバーズは2016年に設立された自社製品を可能な限り環境に優しいものに保つと主張するアパレル会社さんです。創業者はニュージーランドの元サッカー選手、ティム・ブラウンさんという方で、レオナルド・ディカプリオ様が投資していたり、アメリカ元大統領のオバマさんが履いてたりで、界隈では話題になっていたので、しまこも知ってはいました。今見せてもらっているこちらは、ウールパイパーというシリーズで、触っても大丈夫？このアッパーはうっとりするほど柔らかい超極細の GQ メリノウールというものだそうです。GQ メリノというのは畜産、土地利用、動物福祉の高い基準を満たしているという認証を受けたものだそうです。羊毛でシューズを作ると合成素材のものよりエネルギー消費を 60% 削減できるんだって。サトウキビ由来のEVA 素材スイートフォームのミッドソール。靴底部分ですね。ここのとこね。このスイートフォームの原料であるサトウキビはブラジル南部から調達されていて、雨水のみを使用して育てられたそうです。靴紐はペットボトル再生材のシューレース。ペットボトル1本で靴紐2本できるんだって。ちょうど1本分で1足なんだね。これ外しても大丈夫。これも 90% 段ボール再生材とかなのかな。ね、リサイクルマークついてる。かっこいいな。で、このインソール、中ですね。ひまし油ベースということです。穴部分は刺繍なんだね。触ってみてもすごい羊毛感が羊って感じ。洗濯がね、洗濯機で洗っていいんだって、これすごくない？取れたね。あ、ほんと、ほんとウールだね。なんか、見れば見るほど、フェルト分厚いフェルトみたいな。めっちゃあったかそう。戻らない。ごめん。すごい。私ばっかり見てもしょうがないね。カメラで撮る。ありがとうございます。いや、なんかかわいい。クッション性も良さそう。履いてみる？履いてみた感想とかを、もしいただければ。夏は夏で通気性がいいからさ。何も履いてない感じで。お、来たな。すごい軽いです。軽くてあったかくて。うん。クッション性があって。そこでしなくていいよ。こっちは多分サトウキビのやつと混ぜたウールなのかな。こっちもなんか伸縮性があってすごく履きやすそうだね。来たな。何でも来るんだもんな。はい。ご協力ありがとうございました。本日の R は、リシンク、再考するです。スニーカーの素材なんてね、ゆっくり考えたことなかったんだよね。レザーとかポリエステルとかゴムとか、確かにサステナブルなのかって言われると微妙ですよね。このスニーカーの素材自体は、紐以外、リサイクル素材というわけではないにしろ、動物愛護的にも、環境負荷的にも配慮したものが使用されていました。それでもこの靴を一足作るにあたり、9.7 キロの CO2e を排出しているんだって。CO2e の E が何なのかわからなかったので調べましたが、二酸化炭素換算の数値だそうです。よくわかんないね。やっぱり素材に配慮していても CO2 は出ちゃうってことです。オールバーズさんのすごいところはカーボンオフセットを実行しているところです。カーボンオフセットとは排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資することなどにより排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。要は出しちゃった CO2 を風力発電だとか環境にいいことをしている会社に投資したり支援することによってプラマイゼロにすればいいでしょっていう考え方ですね。公式ホームページにはオールバーズは地球を汚していますという一文がありました。こんなこと言う会社見たことないよ。地球を汚しているという事実から目をそらさずにせめてプラスマイナスゼロにしようっていう努力をする。湯はやすしでね、なかなかできている企業は多くはないんじゃないでしょうか。今回、橋びろのすけくんに見せてもらって、いろいろ調べてみて、がぜん欲しくなってまいりました。可愛かったよね。次にスニーカーを買うときは多分ね、しまこもオールバーズの中から選ぶんじゃないかなと確信しています。スニーカーにしてはやっぱりちょっと高級かなっていう価格帯なんだけど、物がすごく良さそうなので、その価値はある気がします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンをポチッとしていただけると喜びます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。